はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミィです。さて、今回は…その前に、この動画は入院前日に制作したので、公開になった今、私は病院のベッドの上です。あまり時間が取れず、今回はサウンドデモは用意できませんでしたが、6月に QCY のニューモデル HT07 のレビューが控えているので、その時 D13ANC も一緒にサウンドデモを制作予定です。そうなのね、ジャックさんはもう手術終わってるわね。じゃあゆっくり休んでもらうとして、今回はミミィがメインナビを務めるわ。では改めまして、今回は QCY の TWS D13 にノイキャンがついた D13ANC ね。ANC 搭載は QCY では HT シリーズメインで展開していたけど、低価格帯にもノイキャンがついてる方が選択肢に入りやすいから T13 のノイキャン付きは歓迎ね。 T13 とのスペックの違いは上の通りで、重要な要素の変更もあるわね。ドライバー口径が 7.2 ミリから10ミリになって、ダイヤフラム素材もチタンコートからバイオセルロースになったのね。バイオセルロースって単価が安いのかしら。有線でもエントリーモデルに結構使われてた気がする。あとは Bluetooth バージョンが 5.3 になったり、 ANC が付いたことで稼働時間が少し短めになったのね。コーテックは AAC までの対応だけど、それより上のコーテックが必要なら ANC 非搭載だけど T16 とか T18 が AptX アダプティブ対応になるわね。-28dB の ANC はハイブリッド方式ではなくフィードフォワード方式だからだと思うけど、最近のスペックとしては弱め。スピーカーからサイン波を出して T13ANC を装着して確認してみたところ、 200Hz 以下では結構効果あり、 3kg くらいまではうっすら効果を感じたわ。同じ条件で -40dB くらいのモデルも試してみると、やっぱり T13ANC の効果が少し弱めだなぁと思ったわ。耳栓代わりに使いたい人にとっては物足りないでしょうけど、愛は電車やバスの中で走行ノイズが軽減されれば十分なので、実質これくらいの効果でも満足できるわね。それから実際使うかどうかは置いといて、外音取り込み、ANC、ともに QCY アプリで聞き具合を調整できるのはいいわね。アプリについてちょっと思った微妙な点は、 EQ のプリセットの切り替えがうまくいかず音が暴走気味になることがある。プリセット EQ をちょこっと修正してカスタムとして保存できないのが痛いと。アプリの不満な点は以前からあまり変化ないわね。重さは片側実測 3.8g、 軽いわ。ステムが楕円形なのは T13 と同じ、充電ケースも T13 とほとんど同じみたいね。では続いて音質についての印象です。低域が T13 ほどではないのでバランスが取りやすいです。中高域は 2.5kg 付近のピークのある T13 の方がいいかな。 4kg 過ぎから 7kg 手前までで高域を作っているので少し線が細く感じます。ボーカルは思ったほど視察音が気になることもなく、線が細めの高域ではあるんですけど、シャリついた感じはほとんどないです。トータルではあまり癖がなく、 QCY アプリのデフォルト状態でいい感じに聞けました。逆にプリセット EQ を切り替えて一通り聞いてみましたけど、ピンとくるものがなかったんですよね。もう少し細かく聞くと、ここ落としすぎで中低域が薄くなってスネアがペラペラ気味に感じたんで、まず 200Hz 付近を少し持ち上げたいわ。次に 2.5kg 付近を持ち上げ、その代わり 5kg 過ぎを少し落としたい。 T13 に近づく感じになっていくけど、芯の通った太めの音に変化するので、常用するならこういう感じでセッティングを詰めたいわね。分離とか解像感を求めるのはちょっと欲張りかな。実際分離解像感はまあまあな感じ。でも広がりは結構感じるので、移動中のリスニングなら特に不満なく聞けそう。それとこの質感なら補正なしで長時間聞いてもそんなに疲れなさそうね。 ANC はフィードフォワード方式だからだと思うけど、オンオフでほとんど波形変化がないのはいいわね。愛も言ってたけど、耳栓代わりに使いたい人には物足りないかもしれないけど、バスや電車の低域にバッティングする走行音の除去はある程度できるので、効果が弱めでもあった方がいいと思うわ。まとめ、モデル名は同じでも音質は T13 とは別物なので、 QCY 好きな人もこれから QCY を一つ持ってみたいという人にもいいと思います。あとは価格ですね。この動画を制作している段階ではまだ Amazon には登場していなくて、あれを見るとセール中価格で3000円ちょっとで買えるようです。セールが終わってもおそらく4000円台では買えるとなると、価格に見合ったなかなかのモデルじゃないかなーって思います。ということで QCY T13ANC のレビューでした。次の動画はジャックさんが順調に回復すれば6月10日頃を予定していますので、今後ともよろしくお願いいたします。ミミィも頑張るよ。皆さんよろしくね。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。